8月19日から30日まで台北で行われていた夏季ユニバーシアード。ユニバーシアードは国際大学スポーツ連盟が主催する総合競技大会。昨日はサッカー男子代表が決勝でフランスに競り勝ち優勝。陸上男子 400m リレーでも僅差で米国をかわして金メダルを獲得。野球でも米国に10対0で大勝して連覇を達成するなど、日本は多くの競技で好成績を残しており、金メダル獲得数は37個でメダル獲得ランキングでも1位になりました。さて、今回ご紹介する写真は昨日台湾人女性がネット上に投稿したもので、日本の選手たちが選手村近くの公園でゴミ拾いをする姿が写っています。この写真を複数の大手メディアが取り上げたところ、現地で大きな話題に。実はこの公園では連日外国人選手がお酒を飲み大騒ぎをしていたそうで、そのことに対する反感が日本人に対する好感をさらに高めているようです。とにかくもコメント欄はこれまであまり見たことがないくらい日本への称賛の声であふれていましたので、その一部をご紹介します。